Everyday moments are the important moments that connect us. Kia ora, Nagoya. みなさんこんばんは。5月17日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンスターズスタジオから旧名古屋お送りいたします。今日ね、王子ね、ちょっと小腹すぎてね、カップ麺のこの焼きそばをね、食べたんですけどね、うん、1分でね、お湯流したらね、まだバリバリでしたね。箸にね、絡みつかないもん。まあ、それを美味しくいただきました。滑り王子マスクマンでございます。はい。なんか、気がついたら、ゴールデンウィークも終わって、でもなんか最近寒くて、ちょっと5月っぽくないなーって思ってる、味噌煮込みスキーと。いや、同じくですね、最近ちょっと寒いなと思いまして、うんうんうん、一昨日なんですけども、あまりにも寒くてですね、ストーブをつけたんですね。そういうの起こってましたもんね。はい、うん。5月でストーブつけたの初めてだなと思ったダンサーズでございます。はい。こんな3人がお届けします。今週のテーマはデート。今週のテーマはデートです。デート。はい、はい。メールアドレスは、はい、kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストコーナーは、FM 読みたん毎週火曜日13時からの番組、マリコの部屋を担当されている高橋ジャリガニさんこと、マリコさんになります。22時13分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町グッシャン芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールご紹介します。はい、お願いいたします。先週のですね、まだボールペンで来ていますのでお読みしたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。昔は近所に文房具店があった時はいろんな種類のボールペンがありましたけど、時代が進み文房具店がなくなった今ではどこでもボールペンが売られていますね。だいたい購入するときはまとめて入っている100均で購入しているので非常に助かります。お三方はボールペンを購入する場所は決まっていますか、ということでございます。うん、でもやっぱり100均多いですね。うん、それこだわりがね、王子ありませんので、うん、まあ何本か入ったのをね、警部と一緒でね、買いますので、まあそこで結構重宝していますね。うん。この前ね、文房具専門店っていうところに行って、はい。なんかすごいたくさん文房具がいっぱいあって、はい。いろんなジャンル載ったらおかしいんですけど、うん、本当に、なんでしょう、もうボールペンから、印鑑から、スタンプやら、うんうんうん、あとパソコン関係のなんていうんですかね、用紙とかいろいろあるんですけど、うんうんうん、なんかねワクワクしちゃいました。でも、うん、ペンもたくさん、ボールペンももちろんたくさん種類があって、
たまにはいいですね、なんかね。まあそうです。まあそ、うん、まあ一般的に言う事務用品なんかもね、ありますのでね。うん、そうですね。うん。いいかもしれないですね。ね、はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、いいですか？はい。品場もろともです。ありがとうございます。ありがとうございます。お三方さん、こんばんは。こんばんは。自分は割と文房具が好きで、文房具の物持ちがかなりいいと思います。テーマのボールペンも、いただき物、かっこ企業ノベルティとかはもちろん使い切りますし、お気に入りのボールペンは何度も何度もインクを交換して使います。会社の同僚などはデスクのペン立てに何本も中途半端なボールペンを刺してて、見るたびにイライラします。お三方さんは物持ちがいい方ですかってことです。ボールペン、うん、よくなくすんですよ。うんうん、で、あと折ってしまうこともあるんですよ。ボールペン折る？折れちゃうんですよ。シャープの芯じゃないよね。あのこう持ち手が本体が。はいはい。どんな力なの？グリップのところの、うん、ちょうどグリップのところがネジになってるんですけど、うん、あそこが割れちゃうんですね。なんでだろう。かなり握力が強いってこと。どんな力つく？まあ胸ポケットに大抵入れてるので、うん、そうするとどうも折れやすいんですよ。まあ、どっかこう当たるんでしょうね。当たったりするとね、うん。なるほどね。ああ、でも中途半端に何本もっていうのは私ですね、それね。なんか、そう、ボールペンがなんか中途半端な使い方がいっぱい入ってるって、いつもペン立てパンパンみたいな感じ。でもそれはあれ、全部同じボールペンが入ってるわけですか？その違う、例えば太さが違うとか、このね、持ち手のところが太いとか細いとか。いや、同じのもあるし、はい、同じじゃないのもあるし。うん、だから同じのがね、何本も入ってるんだったら、どれ使っても一緒っていうね、うん、感じありますけど、王子ね、まあ、あれですね、結構こうね、ペン先が細いの好きですから、大体同じやつばっかり使うこと多いもんですから、うん、それしかあまり使いたくないっていう。ね、なんか、諸友さんが見たら、うん、多分私のペン立てはイライラされる方ですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、もう一つ、じゃあ、ボールペンでいきますね。はい。はいふうむんしんいちさんからです。ありがとうございます。仕事ではしばらく100円ボールペンを使用していましたが、最近ひょんなことから長くしまっていた舶来品ボールペンを見つけ、20年ぶりにマイブームです。イギリスパーカーは最初に通りましたが、いろいろ試してみたいです。さすがに高嶺の花、モンブランや上級者向け万年筆は手が出せません。皆様はおすすめのボールペンありますか、ということです。で、画像が添付されてて、うん、所有物のイタリア製アウロラって言って、こう、ちょっと高級そうなペンが。あんまりそういうこだわりがないですので、ね、最近って、おじさま方、あれじゃないですか、ボールペンって昔ね、こう、下先、ちょんちょんってやったことないですか。なんか昔よくね、そういう。あ、なんかね、あれ、何、あれ、出が良くなるの？多分ちょっと湿らかすってことじゃないかな。なんかよくテレビのね、ドラマなんかでもね、見たことありますけども。いや、でも今マスクしてるから絶対できないですよね。できないですね。でも本当にここ最近そういう方ね、見ないですけど、なんか昔はね。まあ、物理的にできないですもんね、うん。いたなっていう気がしましたね。そういえばね、はい、ありましたね、はいうん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらは、はい、今日のテーマ、デートです。はい。マンタキラジの美奈子さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。タケボンさんと初めてのデートの時、タイタニックが映画館でやっていました。タケボンさんがタイタニックを見に行こうとのことで行きました。実は私、映画館は心地よい暗さ、椅子も座りやすく、温度設定もいい感じなので、どの映画を見ても映画館は熟睡してしまいます。映画が終わる10分くらい前かな、目が覚めて、映画館を出て、タケモンさんに、感動したねと適当に話したら、寝息が聞こえて寝ていたでしょ。笑いながら言われました。バレバレ。そうだね、バレてるよね。どの映画を見ても眠くなるのですが、フラガールだけは最初から最後まで見ました。他の映画はなぜか眠たくなります。追伸、今日のゲストさんへ、いつかマンタキーラジオにゲストで出てほしいです。まあそうね、はい、美奈子さんは FM 読みたんでね、うん、番組をされてるので土曜日でしたよね。FM 読みたん、うん、毎週土曜日21時からの放送ですね。マンタキラジオね、はい、
なんかそうですよね。オファーかけてます。オファーかけてますね。ギノ、FM ギノワン通じてオファーという。そういうことですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、そうそう、なんかさっきのね、話で、諸友さんからね、はい、リアクションが来てて、はい、ツイキャスで、私がペン立てがいっぱいになって、イライラするか、一本残して俺がもらいますって、ね。やっぱりイライラされるんだ。ああ、そういうことね。はい。はい。ということで、はい、CM の後は、高橋ザリガニさん登場です。はい、マリコさん登場です。はい。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターand オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010。ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、電話ゲストコーナーです。本日は FM 読谷で毎週火曜日13時から放送のマリコの部屋の MC をされていますマリコさんこと高橋ザリガニさんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。みんな元気？はい、元気にしております。ありがとうございます。ありがとうございます。すいませんね、もう本当に。じゃあちょっと簡単に自己紹介お願いします。よろしかったですか？はい、高橋ザリガニことマリコと申します。よろしくお願いします。今ご説明ご紹介ありました FM 読みたん、毎週火曜日午後1時からマリコの部屋というものをやっております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやー、ありがとうございます。はい、今日もですね、私ラジオ聞いておりました。いや、もう本当にもういつもいつもありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、もう、はい、ザリコさんのその笑い声がですね、はい、FM 読みたの電波でもうなってましたから。
ねえ、まあ、あの電波の音って笑い声だけ、うん、あの声高らかに、うん、はい、元気いっぱいやっておりますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分あのスタジオの外でも聞こえてるかと思いますね。あ、本当ですか。勝手な妄想しましたけども。ちょっと今日今このいる場所がすごく寒い、はい、お家の中なんですけど、すっごい寒い部屋で、はい、あ、そうなんですか。凍えながらやってます、私。ここ名古屋もですね、今寒いことは寒いんですけども、もともとちょっと寒い人間もいるんですが、うん、あ、はい、はい、まあ後ほどその寒い人間ともう喋りたいということでしたので、はい、変わりますけども、まず番組ですね、はい、マリコの部屋っていうあの番組なんですが、はい、どういった内容の番組になりますでしょうか。はい、私の番組はですね、もともと週末の土曜日にやってたんですけど、はい、平日にお引越しして、はい、みんなで、こう、楽しいことも嬉しいことも泣きたい時も、みんなで話し合って笑っていこうぜ、元気にいこうぜっていう明るい番組で、はい、自由に楽しく、まあ、時々歌を歌ったりとか、うん、はい、ね、すっげえテンション下がった、月もあるぜっていう風に本当自由にトークをする番組でございます、うん、はい、はい、そうですね、はい、今日は最初ちょっとねテンションがっていう風だったんですけども、後から盛り上がってきたかなっていう感じはもうねしましたけど、最初の何分 ?10 分ぐらいでしたね、ね、はい、ちょっと落ちてたのはね、うん、あとはもういつもの通りもううなぎ登りでテンションぶち上がりな感じで、はい、はい、笑い声も届けながら、はい、はい、楽しい放送をさせていただいてます。いつもありがとうございます。皆さん、ちょっと今日聞いてた時にですね、私最後ちょっと負けがあったんですけど、途中 で電話がかかってきて出れなくなっちゃったんですよ。あ、そうなんですか。なのですいません、なんかフェードアウトっぽいような感じになっちゃいました。いつも、はい、はい、メールもいただいて、ツイキャスのご参加の方も、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。それで、はい、それで、まあ、以前もですね、はい、ザリガニさんとお会いしたものが、はい、本当にね、隣にいますので変わります。はい、はい、はい、ご無沙汰しています、マリコさん。こんばんは、みそにこみすきです。もうその説はありがとうございました。本当にリアルマリコですいませんでした。大丈夫でしたかね。大丈夫です。なんか、ね、私はゴールデンウィークの時のちょうど火曜日に行かせていただいたんですけれども、はい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 。なんかちょうどその時、絵心を、うん、ラジオでなぜか絵心の、ねえ、テーマでやってましたよね。ね、本当ね、何を考えてたんでしょう。ラジオなのに、絵心の、絵を募集という。いや、なんか番組の自由度がとても楽しいなと思いまして。いや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 、みそにこみすきさんの絵のうまさが私、本当に、もうすごいなって思いました。いや、でも面白かったですよ、あの回もね。はい。ありがとうございました。なんかでも毎回いろいろなね、思考を凝らして、ね、自由で楽しい番組っていう感じ。ありがとうございます。もう人生のモットーが自由になので。なるほど、はい、ツイキャスでもですね、なんか埼玉のゴーさんが FM ゆみちゃんのヘビーリスナーが見守ってるよっていうことで応援いただいてます。すっごい心強い。あとね、ニュースさんはリスナーさんですかね。ザリコさん、はい、お昼ぶりということで、はい、はーい、どうも久しぶり。皆さんありがとうございますね、本当に。私も今見てますよ、ツイキャス。見てます。おうおう、もういつものマリコさんの笑い声ってことで。ね、番組のリスナーさんもたくさん来て。はい。ありがとうございます。ですね。なんかそして隣でとってもね、マリコさんと話したいっていう人がいるので、はい、時間がないとすねちゃうので、ちょっとマイク変わりますね。はい、はい、どうも、こんばんは。こんばんは。滑り王子でございます。ね、どんな情報をね、このお二人からね聞かされてるかわからないですけども、すごくね、きっちりかっちりしたトークしますので、うん、ただ一つね、ちょっとね、お願いがありましてね、はい、マリコさんのお部屋ね、マリコの部屋電話かけずに王子は突入しますので、あ、怖いな、怖いな、うん、それはちょっとねご了承していただきたいなと思って。お黙りよ。怖いの。おだまり。全然大丈夫ですよ。おだまりって。今日も早いよね、はい、これ出るのが。はい、お待ちしております。あら、あら、
あら、本当に、あのね、本当にあれですよ。いろんな形で出ちゃいますよ。怖いな、なんかその時はちょっと事前に、はい、お願いしますね。事前に言いません。サプライズ。おだまり。あ、サプライズ好きなので、私、はい。多分大丈夫です。受け止められる愛は多分あると思います。はい、ね、大丈夫です。とんでもないね、その回はね、とんでもないことになりますよ。うん、もうね、マリコさんをね、もういじって、いじって、いじりまくってですね。うん、やばいやばい。もうどん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 ね、いろんなことを、ね、はい、引き出していきたいなと思って。はい、もう受けて立ちますよ。どうぞいらっしゃいませ。いいですね。本当に言っちゃうよ。まあいろんな形でね、お願いしたいなと思いまして。よろしくお願いします、末永く。もうあとはですね、はい、妹さんですね、うん、稲見杏里さんね、素晴らしい、はいはいはい、はい、ありがとうございます。今こちらです、うん、カレンダーがね、はいはい、カレンダー、本当にもう、うちの妹がなんか振り上げてますね。まあ皆様にですね、プロゴルファーのね、稲見杏里さんでございますけどね、はいまあ、はい、よろしくお願いします。王子もですね、ゴルフのアプローチはしないですけども、まあ、アンさんとかね、マリコさんにちょっとアプローチしたいなと思って。お引き取りください。そっちのアプローチはダメ？はい、どうぞとりあえず、はい、やってみてください。あ、いいの？一度はどうぞ。あ、いいの？あら、じゃあそういう場をセッティングしていただいて。はい。はい。とりあえず一度はね。そうだよね。まあ大体ね、ありがとうございます。こんなようなね、トークをいつもしてるんですけども。うん、うん、楽しいね。え？でしょ？楽しいね。この二人はね、私はね、もう、それこそ本当にね、評価がね、落ちるようなことしか言わないんですよね。うん、これだけね、ゲストの方とね、この素晴らしいこのトークができてるのに。ね、こうね、やっぱりね、こう笑いをね、届けるためにね、王子も頑張ってますので、ね。はい、地獄を見るわよ。おりりり。天の声か何かがめっちゃ聞こえます。今日はね、喉にスプレーとかね、アメちゃんいっぱい舐めてきましたんでね、かなりいいね、トークができてますね。なんか、確かに今日番組始まる前、すごく気合が入ってたんですよ。うん、受ける。そうだよ。気合入れてたね。受けるな。でもね、大体ね、うん、こういうことをやると、私のトークが滑るためにこれをね、やってるみたいに思われて、全然違うんだよね。うんうん、このちょっとこう微声をね、聞かせようかなと思って、うん、はい、喉もちょっと綺麗にしてるんだけどね。うん、マリコさんの番組のように歌を歌いませんけどね。うん、おかしい。これは、すごいですね。いつも通りですか、今。今日まだちょっとテンション上がってる感じですね。これ通常運転なんですよ。通常運転です、これ。そう、これ。え、何が？何が？こんだけね、こうトークのキャッチボールができるのはね、素晴らしいことじゃないですか。いいですか？ちょっとキャッチボールできてるような感じしますかね。え？なんか冒頭投げてる。できてる、できてる。できてるよね。できてる、できてる。できてる、できてる。本当ね、この後ろのですね、アンリさんの、その今、はい、ゴルフクラブ持ってますけども、これで殴ってほしいなと思いますね。多分そこにいる、下にいるのは、もしかしたら、はい、違いますね。バット。バット振り下ろされて、下にいるのはどなたかなっていうね。ああ、今の、ほら、ほら。王子、そういうプレーも全然大丈夫ですので。やだー、痛いのやだよ。カープボーイさんがね、追加して、はい、下からマリコちゃんと、ヒゲを剃っても約三つさんの絡み楽しみだったって、楽しみにされてる方がいらっしゃったわ。いや、大体ね、ゲストの方とね、トークするとね、面白いよね、はい、皆さん笑っていただいてね。うん、一方的におじが喋る場合もございますけどね。うん、うん、うん。やっぱりね、突入した時にはですね、まあ、あんなこと、こんなことがいろいろできるようにね。もういいかな。え、もう、もうダメなの？時間です。はい、どうもありがとうございます。はい。ちょっと。最後に、またもう一度番組のね。はい。ちょっと、番宣の方をお願いしてもいいですか？はい。すいません。じゃあ、番宣させていただきます。ありがとうございます。はい、本日も火曜日ありましたね。毎週火曜日、FM 読谷 78.6 メガヘルツ、マリコの部屋という番組をやっております。本当自由に楽しく、はい、みんなが前を向いて歩いていける1時間、まあ4、
45分か。1時から1時45分ですね。やってますので、ぜひぜひお聞きください。はい。お待ちしてますね、じゃあ。ぜひ皆さん、ね、マリコの部屋、お聞きいただければと思います。マリコの部屋に、王子はいませんので。はい。ということで。いない。はい。ありがとうございます。本日は。ありがとうございます。はい。マリコの部屋の、MC されています。高橋ザリガニさんこと、マリコさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、失礼いたします。キユナ名古屋。イミグレさんがね、はい、もうツイキャスでデッドボールと押し出しフォアボールの連続ですね。退場ですよ。ね、え、退場ですよ。さっき聞いてた？あの笑い。うん、心の底から笑っていただいたね。いや、いやいや、もう、あの、テーマ的番組でしょ。メールね。メールね。はい、お願いします。埼玉のゴーでーす。ありがとうございます。ヒャッピーン。お、久しぶりだね、うん、また。はい。マリコー、あれ叫んでるよ。実は僕、マリコの部屋、初回放送からのリスナーでして、うん、FM 読谷リスナーだったから、繋がれたようなものです。あら。お会いしたことはないですけど、冗談も気軽に言えるし、とても最高なラジオリスナー中でもあ、までもあり、パーソナリティだと思っています。マリコー、読谷盛り上げていこうぜ。FM 技能までそれ言っちゃったんだって。こっちそうだよね。読みたんなんで、読みたんなんだけど。まあ、ここでは結構叫んでるからね。はい。うん、よっぽどお好きなんだな。ですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、もう一ついきますね。はい。泉さんの特急サザンです。はい、ありがとうございます。デートは30数年前に2、3回あります。遊園地など行った帰りに食事をして帰るというありきたりのデートでした。その後、彼女と別れてからデートはしていませんね。また彼女を見つけてデートしたいなと思います。じゃあまたねっていうことです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでもうエンディングですね。はい、エンディングですね。はい、もうお家の暴走で。来週のテーマは？おいしい。来週のテーマは美味しいです。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送を一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJGウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございます。放送が少しあります。はい、はい、見てください。閉店。ガラガラー。